どうも、森ちゃんひかるです。今回なんですけど、次のサクセスのシナリオである、文部高校の選手、紹介動画撮っていきたいと思います。まあ、とりあえず、試合開始します。まあ、ここはね、上高龍が出てくる高校で、結構メガネかけてる人が多いですね。まあまあ見てもらったら分かると思います。まあ、千住ジャスミンの次ですね。千住ジャスミンの次の高校、文部高校。とりあえず早速じゃあ見ましょう。ノール。まあ投手だから見ますね。上高龍、こんな感じですね。まあ奪三振と低めのコツしか持ってないんで、かなりね、使い勝手はいいんじゃないかと思います。おそらくまあ奪三振のね、多分均得だと思うんですけど、150キロの BB の、2球種持ちで、野手能力もね、かなり高めなんで、まあ、友沢に似てますね。かなり友沢に似てる、友沢のライバルみたいなんですけど、こいつは、こんな感じですね。で、後の投手はまあまあもう普通のモブキャラです。で、野手データ、やべっちですね。やべご。まあこれは後部敬語パクってるのかよくわからないですけど、矢部くんの文部バージョンですね。まあ結構メガネがね、ポイントかなと。まあ能力はまあ矢部くんとあんまり変わらないです。で、次が、あ、こっちあるな。これですね。古永さん。まあサードとショートを守ってるんですけど、文部の場合はショート守ってますね、こいつが。まあ結構ね、能力は高めで、プルヒッターとハイボールヒッター持ちの、古永さんですね、本数。次じゃ、次がこれですね、キャッチャーで、ミートとパワーがね、90あるというね、かなりね、化け物クラスの、ね、打者なんですけど、まあ、チャンス5を持ってますし、守備と肩も地味に高いんですよね、足遅いんですけど、まあ、阿部みたいな感じですね、どっちかというと、巨人の阿部に似たようなバッターかなと、キャッチャーかなと思います。こんな感じで、名前は、ブですね、ブくん。ちょっと読みにくいな。タケ君じゃなかったかも。ブ君か。で、ラストがこいつですね。カマカリさん。さっきバッター立てましたね。出したんです。これはまあ、能力は結構高めですね。ミートがありで、ミート高めで。流しシャベルジッター、ローブルヒッターと。カマカリ君ですね。まあ、こんな感じで、あとはまあもう全員モブキャラなんで、特にパッとしないような選手です。でもとりあえず選手紹介終わったところで、まあ、サクッとね、攻略しましょう。クレセントムーン、いいね、ズドン。これね、まあセントジャスミンの予選決勝に出てくるんですけど、まあ、あんまり強くないですね、やっぱり甲子園の相手じゃないんで。あ、マジか。おお、長さん、古永君。おい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 、危ない危ない、やるね、ズドン。マジか、マジか、危ない。OK! あざ。OK! OK! てて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 。じゃあ、打ち崩しましょう。見えた！ズドン！よーしよしよしよし。ボコ打ちでね。オーケー、いいね。いいね。いいヘッドスライディング見せるね。お、増田さん。増田岡田です。ズドン。おお、飛ばすね。いいね、いいね。フナス。お、マジか。やべえ、ごやるね。
さすが足の速いセンター、なかなかやりますね。まあ、最後はねピシャッとね3人抑えてシュート。ストライク、ストライク、バッターアウト。ちょっとじゃあ投手交代して、立川さん行きましょう。ジャスミンのエース立川行きます。ズドズド、ちょっと外す、オッケーからの、いいね、薄井さん、いいね、あと国見、国見といえば H2、国見ヒロですね。立花といえば H2 の立花秀夫、ヒロタといえば H2 のヒロタ勝利、 OK、 いいね、国見、ナイス国見。国見は3番ピッチャーでね、サヨナラ男ですからね。勝ちました。こんな感じで、文部高校が次の、作成シナリオです。もう個人的にちょっとね面白そうかなと思ってるんですけど、次の高校神高がね結構ね個人的に、嫌いじゃないんで、使ってみたいなっていうのがあるんで。畜生、神高お前すごいやつだったよ。それは多分嫌味なやつだ。僕は神高龍、野球の歴史名を残す男だ。はい、というわけで、今回の動画は、これで終わります。まあ、文部高校、まあ、期待したいですね。文部高校がまあアップデートされて追加されたらそれもまあサクセスで、早速すぐに実況しようと思うので、そちらの方もぜひ見てください。ではありがとうございました。